シャムワニは、クロコダイル属に分類されるワニ。特定動物。種商名サイアメンシスは、シャムサンロの意で、タイの救命に由来する。和名、英名とも同義。インドネシア、タイ、ブルネー、ベトナム、マレーシア、ミャンマー南部、ラオス南部全長300から400センチメートル。体色は灰色。興奮は、基部の1.5から1.9倍で、扁平。 目の内側に左右に一つずつ、三日月状の隆起がある。後頭部に並ぶ鱗は4から6枚で、横1列に並ぶ。頸部に並ぶ鱗は4列で、背面に並ぶ大型の鱗とは接しない。水かきは、前肢では指の基部のみに、後肢では自然体に発達しているが切れ込みが深い。卵は、長径7.5から8センチメートル、短径5センチメートル。 幼体の体色は、赤褐色で黒い横帯が入る。低地にある流れの緩やかな河川やその周辺にある、湖、地層などに生息する。植生は、動物食で、魚類、爬虫類、鳥類,類、哺乳類、昆虫類、節足動物、甲殻類などを食べる。繁殖形態は卵生。稲科の草を積んだ、塚状の巣を作り。 その中に1回に25から30個の卵を産む。性質は比較的おとなしい。皮は皮製品として利用される。開発による生息地の破壊や皮目的や薬用の乱獲などにより生息数が激減した。そのため飼育下での養殖が盛んに行われているが、皮最終効率化のために入リ江ワニと人為的に交雑させた。 主観雑誌も見られ遺伝子汚染が懸念されている。ありがとうございます。